送られてきた天球儀、差出人はあなた。なぜ？はい、私からのプレゼントです。ユニさん、お誕生日おめでとうございます。プレゼント？その、よく夜空に語りかけてますよね、宇宙お好きなのかなって。アファーマティブ。そう、交換すると楽しいが生まれるよ。やっぱり、なんて素敵な楽しみ方だろうって思ってました。それで真似をしてみたのですが、ユニさんがしていることと違う気がして。交換は示唆の調整も必要。難しいだよね。はい、難しいです。なので、よかったら一緒に天球儀を見たいなと思いまして。天球儀を通じてユニさんが見ている世界を感じられたらって。それでお送りしたのですが。うん、ネオユニバースもゼンノロブロイと観測したい。少しでも共有できたらきっと嬉しいになるね。ユニバースさん、アルスクルト、お誕生日おめでとうございます。プレゼントにお菓子を作ってお送りしたいと思っています。リクエストはございますか？いいの。それじゃあ、クッキーとチョコの重ね合わせ、いつも美味しいから。いつも？皆さんにお召し上がりいただけるよう、寮の食堂に私が作り置きしたクッキーのことでしょうか。なるほど、ユニバースさんにも召し上がっていただけていたのですね。うん、置いていないか毎日確認。いくら食べても飽和しないんだ。そうでしたか。あのクッキーの時はなくなるのが早いと思っていました。あ、ごめんなさいをしないとかな。一人で何枚も食べちゃったから。いえ、むしろ嬉しいです。それほど気に入っていただけるなんて、作り手冥利につきます。プレゼント用のクッキーは腕によりをかけさせていただきますね。ぜひ独り占めしてください。独り占め。ビッグバンはすごい夢みたい。